皆さんこんにちは、マジックバーダダの鈴木太郎です。いつもご来店の方誠にありがとうございます。そしてですね、YouTube の方もいつもご覧いただきましてありがとうございます。ということでね、今日は動画じゃないんですけど、なぜこんなことをしているかと言いますと、 FM ポートっていう、新潟のラジオ番組に僕と太郎とヤンシで出演させていただいたんですが、結構反響があったんですよね。で、その時の話とかいろいろこう、ラジオ感覚で聞いてもらえたらいいななんて思ってね、やってみようかなと思って、ちょっとゲストの方で呼びたいと思うんですけど、出るかな。ちょっとお店で録音してるんで、ちょっと雑音が強いかもしれませんが、ちょっと我慢してください。すいません。出ない。あれ、もしもし。もしもし。あ、太郎です。はい。太郎ですけど。どうした？はい。いや、今ちょっと音声を撮ってて。音声。そう、全国生放送中なんで。全国生放送。そう。音声の全国生放送。そう、ラジオみたいな感じ。ああ。そうで、ちょっと前に太郎とヤンシで FM ポートっていう新潟の番組に出演させていただいたじゃないですか。はい。その話をしようかな。そう、それと俺がすごい考えに考えた、最近ずっと考えてたことをちょっと話そうかなと思って。はい。やばいからマジで。どうぞ。話そうと思ってた。どっちからいい？どっちからいい？うん、FM ポートのラジオの話からいい？そっちかで。ラジオに出演するのが決まったのが、その収録日の前日の、前日っていうか多分日付一緒ぐらいのね、時間に。そうね、夜っていうか夜中だったか。そう、なんか新潟、これあんま言わない方がいいのかな、わかんないけど、僕らが出ることになって、そう。で、なんか、マジックの種明かしをしてくださいっていうことで、そういうコーナーをいただいたんでね。確かに、なんか無茶な、あれだったね。音声で伝えるってのもなかなかね、うん。いろいろ考えたけど、何しよう何しようってなっちゃったからね、言葉で伝えるってこと。だからもう、なんだろう、ラジオの MC の人の反応を、なんだろうね、リスナーさん楽しんでもらうしかないって感じだったかもしれない。そうだよね、多分その、なんていうの、そのパーソナリティっていうの、の人のファンは多分いっぱいいるはずだから。そうだね。でも綺麗だったね、あの人ね。綺麗だった。なんだっけ名前。遠藤真理さんです。そう、遠藤真理さん。俺そもそもリスナーってかあれだったからね、本物に会えて嬉しかった。遠藤真理さんね。遠藤真理さん、そう、マリさんです。あの人ね、まだお店に遊び来てくんないのかなって。なかなかね、行きますって言った気がするけどな。これが大人の社交、社交なのかなと思って。社交事例。でもね、多忙だろうし。朝早いからね。逆に来たとしても、こう、何時に起きて何時に寝てるんだろう、あの人たちは。確かそうだよね、確かそうだ。だって普通の生活で考えてさ、いろいろ準備とかさ、打ち合わせとかしてさ、なんだっけ、6時半ぐらいからの番組だったっけ。だったと思う。って考えたら、うん、普通に考えて5時半には多分行くと思うんだよ、そのラジオ局に。そうだよね。で、原稿を見て、そう、流れはあれしてね。そうそうそう。すげえな。ってなったら、多分女性だから3時には起きてると思うんですよ。メイクもバッチだったしさ、こう綺麗に格好してたら。マリさんはね、化粧してなかった。嘘。いつも言ってるんだよ、ラジオでも。私化粧してなくてみたいな。男性スタッフにしか会わないしみたいな。もうあれだし。いつもそういうふうに言ってたんで。社内恋愛はないってこと。
嘘。めっちゃ整ってるじゃん顔。まあ、綺麗だったよね確かに、うん、普通にすっぴんであれはちょっとね、うん、ずるいね、うん、まあ多少ねベースのファンデーションとかそんぐらいかもしれないね。ああ肌もね、うん、綺麗だったな。綺麗だった、うん、でその FM ポートの、あの、うん、視聴者さんリスナーさんのオフ会みたいな感じでね結構はい、うちのお店もねお客さんとしてこう遊びに来ていただいてるのがすごい嬉しい。うん、そうだね。限りで何人か言ってましたね。そう、なんで俺が今日これをやろうかと思ったかっていうと、はい、まあ、動画のネタがないのと、うん、取りだめた動画の編集に追われてるっていうのと、あの、わかんない。これは俺自身が言われたから、うん、すごい、こう、思ってたんだけど、あの、ショータイムをやるじゃない、お店で。はい。その時に、ヤンシ、リキ、タロウの順番で基本やるんだけど、うん、ヤンシ君は面白いですよ。キャラがいいよねってすごい言ってたのよ、その女性のお客さんが。なるほど、うん、でリキはもうとにかくテクニックがすごい、うん、マジックとしてのその完成度をすごい褒められてて、うん、で俺はなんて言われるのかなと思ったら、お兄さんはさ声がいいよねっていう、もう一切マジックと関係ない。なんかそんな話あったね。そう、なんか喋りが面白いとかって言うんだったらまだある、あるじゃない、うん、お兄さんは声がいいよねっていう、そのなんか違うんだよね、なんかその目線が、うんうんうん、それがね、うれしくて、うん、ちょこういうのやろうかななんて思って。そういうことか。そうなるほど。そう、あの耳の恋人になれたらいいなと思ってやろうかなと思って、うん、でそのまあラジオは、まあ、とにかく楽しかったっていうのもあったんだよね、うん、これをやり楽しかった。そうだからもう一回出たいです遠藤真理さん。そうだねお願いします。逆に聞いてくださいこれを聞いてくれてたらねそうだよ、てか番組欲しいよね俺結構自信あるんだけど、うん、この喋りはそうですね、うん、と思いますよ、まあ、なんかニコ生時代とかもあったからね。ああ、そうそうそう。喋りで。うん。何歳の時だろう?23とか、10年前ぐらいだよね。多分そうだね。うん、そのぐらい。っていうのもやって、ね、やってたりして。で、今日のテーマは、あの、うん、ポテトサラダ。え?ポテトサラダ。はあ。うん、好きでしょ?好き、うん、俺も好きで、そのすごい好きで、ポテトサラダってさ多分普通のやつは、まあ、スーパーとかで売ってるやつってあの、うん、ハムとかキュウリとかが入ってると思うんだ。玉ねぎ、ハム、キュウリぐらいが多分メインのメンバーだと思うのね、うん、で俺昨日ちょっとお客さん送ってそのままこう上がらせてもらったんだよね、うん、でまあ今時刻が14時7分、はい、14時7分。そうだね。そう、まあ、ちょっと早く来て作業してたんで。うん。うん。で、あの、すごい帰り道とか考えたのね。うん。家帰って、こうシャワー浴びて、寝る時もすごい考えてて、結局、うん。なんか、寝れなかったんだよ。あ、そう。ポテトサラダのこと考えてて。で例えばだけどポテトサラダでそのフルコースコース料理を出した時にどんなポテトサラダが出てくるのかなっていうポテトサラダのフルコースかね。ポテトサラダのフルコースなかなかだね。でベースはやっぱりポテトなんだけど、うん、その、うん、例えばコース料理ってなんか最初に前菜としてなんか出てくるじゃん、うん、か簡単なこう食べ慣らしじゃないけど前菜、うん、ちょっと聞いてほしい考えたの、うん、前菜はもう芋だけベースの、うん、ほぐした芋もう芋の風味だけを味わってください。そう、なんならちょっと塩コショウつけてくださいねっていう、うんうん、まあ、今日使う芋はこれですよって芋、うん、そもそもの芋のベースを味わってほしい。はい、うん、どこどこさんとか。あ、そう、なんかあの俺のおすすめはあのーなんだっけ、カルビーが使ってるポテト、うん、あれ甘くてね、すっごい美味しいの、その黄色で。わ
からん、メークイーンとかそういう、あ、なんかね、そう、そっち系だと思う、うん、長いやつ、長いのはメークイーンじゃねっけ、うん、確か、なんかそのカルビー御用達みたいなやつ、コストコで買ったんだよ、へえ、もうなくなったんだけど、うん、で前菜はそれね、うん、で最初に、まあ、野菜、うん、最初に、うん、で野菜、そう野菜のみ、まあ、要はじゃがいも、そうじゃがいも、ポテトサラダとして出てくる野菜中心のポテトサラダ、うん、うん、で人参とかそこも入ってる、入ってる入ってる、で俺が前菜として考えたのが、うん、まずあの、まあ、マヨネーズとかそのドレッシング、まあ、混ぜ合えるじゃん、うん、であのまず玉ねぎ入れます、うん、はいはい、でゴーヤー、それは生、生玉ねぎ、そう生、うん、でゴーヤーと、うん、あのツナを入れたい、うん、うん、一発目はゴーヤか、ちゃんともうあのゴーヤも煮て、あの煮が抜きしてから入れたいなと、うん、玉ねぎね、どうだろうね、合うと思うんだけどね、生玉ねぎって物によっちゃ辛いでしょ、あ、それもちゃんと水で抜い、あの、あ、うん、あの辛みを抜いてしっかり入れたい、うん、某スーパーの、ポテトサラダ、生玉ねぎが辛くて辛くて、そう、あれはちょっとね違うよね、うん、でまあそれは聞いてほしいんだけど、はい、でやっぱ肉とか魚とか必要じゃん、肉魚、はいはい、あの結婚式とかで出てくるコース料理を、うん、ちょっとイメージして、うん、で次に魚、はい、うん、ってなった時に俺はあの、うん、サーモンの燻製のサーモンとか、うん、かなとこうベタに考えたんですよ、うん、じゃなくて逆にもう魚をこう支える側に回してアンチョビかなと思って、うん、もうさ、うん、思ってたと違う風になって、嘘、アンチョビをまんま、え、いやアンチョビをあのほら、入れるってことね、そう、あえる、あえる、ああ、うん、そういうことね、はい、そうそう、でちょっとあのピッツァ感覚で、うんうん、うん、それこそなんてそういうピザのね生地の上に乗っててもいいかもしれない、そう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 、アンチョビとその海産物、うんうん、でもしこれに2択で、うん、もしくはそのアサリ、うんうん、フィッシュをあの魚介類にして、あ、アサリはね、うん、入ってるのは食べたことないね、そうでしょ、うん、でちょっと和風にしたいわけ、うんうん、アサリの想像つかんね、でアサリとキノコどうかなと思う、キノコか、あのあれエリンギだ、エリンギ、うん、とアサリをあえて、うん、こうちょっとマヨネーズを弱めにして、うんうん、あの逆にちょっとこうごま油なんて入れようかなと思って、全く想像がつかない、うん、であのごまをちょっとかけたいのよ、こうお皿に盛った時に、うんうん、それがなんかすごいみんな支え合うんじゃないかなっていうかな、うん、でもアサリとごま、アサリとごまで食べたことないからな、そう、まあ、ちょっと全く新しい感じの、うんうん、で2択でも俺はどちらかというとそのツナよりはツナゴーヤよりは、うん、アサリを押したい、うんうん、いやもっとアレンジしてさ、はい、ハマグリ、ああ高級だね、贅沢だね、ハマグリをそのまま焼くじゃん、うん、パカって開くじゃん、うん、そこにそのポテトサラダをベッてやって、ああなるほど、うん、ちょっとまたそこでもうちょい焼くっていうか温めるっていうか、はい、あ、バターですね、バター感覚、うん、ちょっとこうマッシュポテトに寄っていく感じの、そう、その完全にそのマッシュポテトサラダのあれで完全にそのハマグリの、うん、っていうかなんつうの
この下の受け皿だけペッてもハマグリごと包むみたいな。あ、なるほどね。うん、それちょっとねやりたいんだよね俺これ。ほう。うん。でちょっと変わり種もやっぱり欲しいじゃん、ちょっと挑戦した創作料理みたいな。うん、うん、で芋に芋をあの潰してペーストするじゃない。はい、はい、でそこに普通はもうマヨネーズとか酢とかなんかちょっとシーザードレッシング入れる人とか、うん、いろいろいると思うんだけど、もう下味だけ、うん、マヨネーズは基本なしで、うん、うん、で何を和えるかっていうと、まあ、マヨネーズって卵と油じゃん。はい、でそれでまず白身と黄身を分ける、うん、卵黄と白身を、ほうほう、で白身をこうメレンゲにして、うんうん、ポテトと混ぜる、ふわふわ、そうふわふわなポテトサラダができると思うね。できるかな、多分混ざるかな、多分ほんとほんとほんと塩コショウと微量の出汁ぐらい、芋もよくこして本当に根気よく混ぜて、うん、で次は黄身だけと混ぜて、うん、でまず黄身のボールを作ります。面白そうっすね。でその、うん、なんだろう、そのメレンゲとあえたペースト状の芋をで包んで本当に卵、うん、ゆで卵みたいにして、うんうん、逆に好きなのをつけて食ってほしいの。塩コショウの人もいればあれ、あそうマヨネーズで食べる人もいるけど、そもそもの卵と芋っていう、卵と芋シンプルに、そうそれが、もう俺はポテトサラダだと思ってるから、うん、うん、もうそれこそマッシュポテトじゃない、ただの、いや違うんですよ、卵を作るのよ、うん、ポテトサラダで、うん、うん、卵じゃん、もう卵ですね。そう、それがちょっと俺今回のすごい面白いとこで、うん、うん、これどうかなと思って、まあ、そういうなんか自分で好みでつけるのはまた面白い、いい色で、そうなんかちょっと置いときたい、その塩コショウとマヨネーズと、うん、あと何つけるのゆで卵って、うん、それこそもうなんだろう、そのベースのマッシュポテトは置いといて、うん、具材は好きなの混ぜてくださいみたいな。あでもね、うん、これちょっと後で話すんだけど、うん、一時期その商売しようと思ったことがあってマジで、うん、ポテトサラダで、はい、それちょっと後で話すんだけど、うん、でまあそのメインチャレンジだね、ポテトサラダだけで結構いけると思うのよ、うん、で次メインね、はい、お肉、うん、はこれはあのちょっとたまたまね朝方友達から電話かかってきて、そこで話し合って決めたのが、うん、あのベーコン、ブロックのベーコンを炙って入れます、はい、うん、でたくあんを刻んで入れようっていうことになったの。あ、くあん、ああいいかもね、うん、食感と、そうで何かシーザーサラダドレッシングを、うん、こうちょっと分かんないぐらい入れたらたくあんと合うんじゃねえのっていう、うん、うん、結論に至ったわけ。はい、うん、なるほど。そうで最後にデザートもやっぱりポテトサラダで終わらせたいんだけど、そんなが甘いのがね、かぼちゃとかいろいろこう栗とか出てきたんだけど、なんかこう煮たり寄ったりの食感だから、もう思い切って生クリームを混ぜてチョコレートとかを入れてみてはどうだろうかっていう、芋に、うん、芋生クリームあえてあのそれこそマッシュポテトにこう蜂蜜をかけて食べるみたいな、キャラメルと蜂蜜みたいなのもいいのかななんて思ったんだけどね。いかがだ。なかなか。そう、これをあのまあ動画でもいいんだけど、なんかそのちょっとやってみたいなっていう。なるほど。うん、ポテトサラダ好きのためのポテトサラダのコース料理、うん、でしかもこうそんなにさ具材選ばないじゃん、うん、だからその逆に食材に訴えかけたいよね、そのどんなやつが集まるんだろうっていう、誰が、そうなんかみんながなんかポテトサラダって、うん、
なんか結構ハンターハンターに例えれると思って、うん、グリードアイランドで、はい、ゴレイムじゃないよ、なんだっけ、レイザーとドッジボールするじゃん。あったね。うん。で、ゴンが取って、それを、うん、キルアが支えて、うん。うん、で、ヒソカが取りこぼしを防ぐために二人を包むと。うん。いうのがあって、芋がヒソカであって、うん、例えばゴンがベーコンだとしたら、うん、タクアンがキルアなんじゃないかって話になったの、昨日知り合いと、うん、うん、っていうね。朝からどんな話をしてな、なんかその腹減ったねって話になって、うん、ポテトサラダってなって、その究極のそのコース料理を作ろうよっていう話になったの。うん、うん、まあ、そのね、デザートの課題を残したまま俺寝ちゃったでもデザートも形的にはなんかね、アイスのコーンとかにペッペ乗っけてもいいかも。そう、それが俺がもともとさっき言ってたやろうと思ってた商売で、うん、なんかアイスクリームみたいな感じ、なんかサブウェイとかあるじゃん、こう好きなパンに好きなもの挟んでっていう。で、芋に対して、はい、芋ってほら食物繊維が豊富で結構便通も良くなるじゃないですか。ああ、なるね、うん。だから女性には結構いいと思うんだよね。うん、で、キューピーマヨネーズゼロとかあるじゃん。ハーフ、カロリーオフとか。ハーフとかね、うん。そう、それをどっちのマヨネーズがいいですかなんつってあえて、じゃあコーンでとか。うん。そういうのやって、それこそアイスのコーンに乗っけてスプーンで食べたら、結構いいんじゃないかって、バスとかでやりたかったんだよね。バス？移動車。移動車。ああ。うん。そうだね。なんか普通にアイスクリーム屋さんかと思いきや、ポテトサラダ屋さんだったみたいな。で、例えばほら、500円ぐらいで出せたら、結構 OL さんとか食べるかなと思って。お昼にポテトさ、うん、でご一緒にポテトなんていう時代はもう古いんだよ、うん、逆に付け合わせとして唐揚げとかまあなんだろう、あれとかついてんだったらまだ分かるかも。パティっていうの、パティじゃねえや、フランスパン切ったさ。はい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 、うん、ああなるほどね。うん、それにちょっとね乗せてくださいみたいな。いや、ただそのさ、持ち運べるっていうのがいいわけ。うんうん、俺ほらすごい焼きそば好きで、焼きそばパンって俺すごい画期的だと思う。うんうん、サンドイッチとか。そしたらあるよね今サンドイッチにポテトサラダ挟んであるのとかある、ね、いやでもそれはちょっとさ違うじゃん。サンドイッチの中のサンドイッチを選択肢として選んだ人が、うん、そこから割れてくわけじゃん、うん、でメインがポテトサラダ、なかなかチャレンジャーだねそれ、もしやるとしたら。あったらいいなと思う。でもなんかその持ち運べる料理、うん、で一番俺は感動したのは、うん、唐揚げ棒なんだ。あ、唐揚げを持ち歩くみたいな。そうだね。そう、お弁当とかではないわけじゃん。そのボックスに入れずに、うん、棒で、焼き鳥だとなんか違うじゃん。うん。焼き鳥は多分歩いて食べないけど、唐揚げ棒とか当時すごいこうみんな食ってたじゃん。うん。あれすげえと思うんだよね。唐揚げ棒って絶妙だよね。ご飯までいる味ではない。そう。でもあれで満たされるじゃん。うん、あれで満たされる。そう、目的が唐揚げじゃん。うん。だから超いいんだよね、あれ。じゃあ、ポテサラバー。ポテサラバー、まあ、ポテサラ、で、あと、そのハロウィンの時のお通しを何にしようかなっていう。ああ。かぼちゃのパイとか。かぼちゃのパイ。うん。
もうなんならやっぱちょっとしょっぱい方が美味しいわけじゃん、お酒の席だから。うん、うん、って考えたらかぼちゃのひき肉あんかけがけみたいな。ああ、うん、そうですね。ポトフとかいいんじゃないですか。ポトフとか、あ、まあ寒くなるからね。うん、ポトフね。ポトフありだ。うん、やっぱ汁物か。ポトフ汁物。じゃあですね、汁物か。汁物飲んでお酒飲むっていうのもなんか汁は少なめでいいと思う。うん、うん、あくまでこうじゃがいもとかウインナーとか、うん、あの人参を楽しんでいただければ。はい、うん、ということで、こう前半はこの辺で、はい。